はいどうもロクです。今回の動画はメガネで水着なおじさんは見つからずに潜入することができるのかということで、早速ですがやっていきたいと思います。はい、ということで今回もメガネで水着なおじさんは見つからずに潜入することができるのか挑戦していきたいと思いますが、前回はね見事に見つかってしまいました。初っ端から、ね、見つかるつもりはなかったんですけども。でね、何が原因だったのか私なりに考えました。やっぱりね、昼間のね、太陽が輝いてる間に潜入したのがまずかったのかなと思いまして。まあね、そりゃね、昼間にメガネをかけて、またね、水着を着ていたら、どこであろうとね、目立ってしまいますよね、本当にね。なので、今回は時間帯を夜に設定して、潜入をやっていきたいと思います。さあ、メガネで水着なおじさんは見つからず潜入できるのか、今回も挑戦していきたいと思います。はい、ということで今回は夜の潜入で挑戦していきたいと思います。今回もね、前回と同じでウォーカーギアを排除する、破壊とかもしくは回収して排除すればクリアということで、まあほら月も出てる通り今回は闇夜に紛れてのね潜入になりますから、まあね、この水着着ててもメガネかけててもきっと見つからないはずでしょうということで、やっていきたいと思います。さあ、ということで敵拠点付近に着きました。前回はね、そこのトイレにね、兵士を隠した記憶がありますが、さあ、また夜とね、昼では敵の配置が違うので、ちょっとそこだけは注意しながらやっていきたいと思います。さてさて、ここのトイレは電気はついてるけど入ってはいなさそうだね。ちょっとまた敵のね、索敵もしながら、まあね、相手には見られないかもしれないけど、こっちも相手がちょっと見にくくなってるので、それだけは気をつけながらやっていきましょう。あそこ光がついてるけど、あそこにはいなさそうだね。あそこで多分ライトをいじってる兵士がいる。そうだね、とりあえずあそこの敵には注意しながら、ライトに当たってもね、これ見つかってしまうので、ライトは避けつつ、びっくりした。もう私その手には引っかかんないからね、これ。びっくりしました。このね、地雷とかね仕掛けてても本気じゃないですか。ちょっとこれは避けていきましょう。まあね、ちょっとね、地雷の記憶はね、ちょっとまあこのシリーズでは皆さんにはね、わからないと思いますので、よければね、テンパルギアというね、シリーズの方を見ていただければ、地雷の記憶がすごくなんでこんなに怖がってるのかわかりますので、よかったらご視聴ください。さて、前回はね、あそこの2人、あ、でも、うん、配置は変わってるけど、あそこ2人いるのは変わらないね。あそこの2人に前回はね、見つかってしまったので、まさかね、1回目からね、見つかるなんてね、誰も思っていないから、驚いてしまったんですけど、今回ちょっとね、ウォーカーギアもどこにあるかをしっかり見つけていきたいですね。さあ、敵の拠点、左回りで一応内部の方に潜入はできている気がしますね。この上だね、問題は行くとしたらね。この上の敵がちょっと どういった感じの配置になっているかわからないんですが、とりあえず左回りでここまでは敵は誰もいなかったですね。ここから登れそうだぞ。よいしょ。敵兵士の声が聞こえる。ここの上にいるか。こんな格好で登山をするっていうね。皆さんは決して真似しないように、絶対肌が傷ついてしまうので痛い思いをすると思います。ここは、あ、いいぞ、ここ敵拠点が全部見渡せるじゃん。あ、いい場所を見つけました。あ、なんか喋ってる。この真下、うわ、でも結構高いな、ここ。あ、あった、ウォーカーギア、あれだ。オッケー、排除の方法は問わない感じね。よし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 、いいぞ。こっち、あとはだいぶこれでまだいるでしょう。こっち、あそこもいない。
こっちもいないね。あそこいる。だからここら辺やっぱりね、すごい重装兵ばっかりなんだよな。ちょっと気をつけないといけないですね。よし、これでだいぶ敵の位置は把握できましたね。よし、ここからが本番ですね。さて、あの守られているよいしょウォーカーギアをどう破壊するかっていうところなんですけども、よし、あまずい、うん、まだ待って、まだまだここにもあるじゃない、気づいてなかった、よかった。ここにもウォーカーギアがあるんだね。 OK、 じゃあまずこっちの人たちからやるか。重装兵をどうやるかなんですが、まあ、まずはちょっとおびき寄せながらね。おまずい、ちょっと待て、近づきすぎた、何も考えずに。いや